いきなりその恐るべき頭脳を見せつけています。それでは問題です。次の映像を見て、一辺が2センチの積み重ねられたブロックの相対積が何立方センチメートルか求めなさい。京大医学部の天才井上亮、2520。なぜだ、なぜわかるんだ。映ってからわずか2秒、京大医学部の天才井上、彼の頭はどれだけ高速で回転しているんでしょうか。あの、どうして見えない面積が分かるのかなと思ってびっくりしました。ごめんなさい、まだちょっとよく分かんない。ちょっとどういうことですか。どういうことか。そうですね、あの、上から順に規則性に増えていることに気づいたので、規則性分かって、それら計算できるのは分かったって、さっと答え出すってのはまず無理。無理ですね。参りましょう、問題です。柔軟性を試す問題です。頭を使って熟語を完成させ、それが使われている道具を答えなさい。早かった、京大医学部の天才井上亮。はい、時計です。さあ、京大医学部の天才井上が序盤から飛ばします。これで2問連続で正解です。ちょっとどういうことですか。リュウって書いてありましたよね。最初に頭を使ってってあったので、はてなの中に頭って入れたら、リュウの頭と書いてリュウズって言うんです。